今日は、信人について話をしていきます。信人というと、大抵は、神や仏を信じることです。ですが、神や仏を信じていない人でも、すべての人が持っていて、幸せになるのを邪魔している信人があります。その信人とは、 一体どんなものなのでしょうか信心と聞いてまず思い出すのは宗教です神信心という言葉もありますしキリスト教でも神を信じなさいと言われます信心を言わない宗教はないと言っても過言ではありません 宗教といえば、信心です。その場合の信心とは、自分ではどうにもならない苦しみを助けてもらうために、神や仏など、その宗教で教えられる自分よりも大いなる存在を信じることです。ですから、普段は神も仏もない、 無宗教の人でも、受験の時や仕事で苦しくなってきた時など、困った時の神頼みで、自分ではどうにもならない状況になると、急に神に祈り始めます。神や仏に、助けてくださいと願ったり、頭を下げたり、お供え物をしたりするとき、 前提となるのが信心ですから、宗教ではかなり重視されます。これが宗教で言われる信心ですが、何も神や仏を信じるばかりが信心ではありません。イワシの頭も信心からと言われるように、何の価値もないものでも、その人が 価値があると思って信じていれば、それはその人の信心です。人は何かを信じなければ生きていけません。信じるとは言葉を変えれば、当てにしたり頼りにしたり、生きがいや生きる希望にしているということです。現代で一番多いのは、 お金や財産です。何かあっても、とりあえずお金があれば大丈夫だと思っています。他にも、地位や名誉を信じている人もあります。友達や家族を信じている人もあります。また、仕事や趣味を生きがいにしている人もあります。 何をどの程度信じるかは人それぞれ価値観によって変わりますが、ほとんどの人はこのようなものを信じ心の支えとして生きています。この信心を持っている時は幸せな時です。それは失った時にわかります。私たちは 信じていたものに裏切られると苦しんだり悲しんだりします。しかも深く信じていればいるほどその苦しみは大きくなります。ただの知り合いに裏切られてさえも辛いのに恋人に裏切られたり失恋すると世界が終わったような大きなショックを受けます。 失恋によって自殺してしまう人があるほどの大きな苦しみです。それは恋人を信じる心が深すぎたのです。最近は裏切られた苦しみの大きさもわかっています。ノーベル賞を受賞したダニエル・カーネマンのプロスペクト理論によれば 裏切られた苦しみの大きさは、信じたときの喜びの約2倍だそうです。ですから、何でも信じればいいというものではありません。裏切るものを信じていれば、やがて2倍の苦しみを受けることになってしまいます。幸せな生き方をするには、絶対に裏切らないものを探して、 信じなななければならないのですでは、そんなものはあるのでしょうか。仏教では、いつでもどこでも変わらない真理として、諸行無常と教えられています。諸行とはすべてのものということで、無常とは常がないと書きますように、 続かないということです。この世に続くものは一つもなく、すべて移り変わっていくのです。ですから、どんなものを信じても必ず裏切られてしまうのです。このように私たちの人生は、信じては裏切られての繰り返しになります。私たちは、 幸せになりたくて、お金や財産を求めたり、地位や名誉を求めたり、好きな人を求めたり、趣味や生きがいを求めたりします。努力の甲いあって、それらを手に入れたときは喜べるのですが、諸行無常ですから続きません。 必ず裏切られる時がやってきます。そして、裏切られたままでは苦しいので、次の心の支えを探して求め始めます。新たな生きる希望を目指して頑張るのです。その結果、手に入れた時は嬉しいのですが、喜びはつかの間で、 やがててく消えていきます。そしてまた新たなものを求め始めるのですこのように信じては裏切られ信じては裏切られを繰り返して終わってゆくのが私たちの人生ですもし人生がこれだけだとすれば私たちは死ぬまで 苦しみ続けなければなりません。一体どこに原因があったのでしょうか。なぜ信じては裏切られての繰り返しになってしまうのかというと、お金が得られたら幸せになれる。愛情が得られたら幸せになれる。やりたいことをやれば幸せになれるというように、 何かをしたり何かを手に入れれば幸せになれるという心に根本的な原因があります。現実には好きなことをしてお金や財産、地位や名誉を手に入れても幸せにはなれません。実際に好きなことをしてお金と名誉を手に入れた人も 言っています例えば多くの人が知っているビートルズのリーダージョン・レノンもこのように言っています。ビートルズは欲しいだけの金を儲け好きなだけの名声を得てそして何もないことを知った私たちは幸せとは無縁の自分の姿が分からずに 臨終に夢のように消えてしまうものに取りつかれています。そして、期待しては裏切られ、信じては裏切られを繰り返し、目の前に人参をぶら下げられた馬のように追いかけ続けます。自分で何とかしたら何とかなれるといううぬぼれ心がある間は、 メリーゴーランドが同じところを回り続けるように永久に苦しみから抜け出すことはできないのです。この何とかすれば何とかなれるという心が私たちが幸せになるのを邪魔している信心なのです。ですから仏教ではこの心を捨てよと教えられています。 その幸せになるのを邪魔している新人とはどういうものなのかどうすれば捨てられるのかについてはビデオの下の URL からメルマガに登録してご覧ください